皆さんこんにちは、尺八ワンポイント講座の時間がやってまいりました。ちょっと今日はたくさん尺八をちょっとこう持っていますけれども、はい、今日は使うね尺八、僕がねなんかあの動画でねあのいろいろ尺八使って吹いてるんですけれども、それいい楽器だからそういうことできるんでしょうとかね、やっぱ竹の高い楽器だからいい音なんだよとかって思う方とかおっしゃる方もいらっしゃいますので、今日はですねちょっとまあそれも一つ要素はあるかもしれないんですけど、全然尺八の種類だけ尺八のせいではないですよっていうお話もちょっとしたいと思います。まあ、ちょっとね一般的な入門用の尺八、あと竹の尺八の説明かなもちょっとしてみたいと思います。はい、ということでよろしくお願いします。はい、まずはですねちょっとすいませんね、はい、これかな、これの僕よく使ってるこれ鳴八くんっていう楽器です。菅原国吉先生が開発された楽器ですよね。でこれは本当入門用の人に向いてて軽いですし、まあ安価で手に入るので、ちょっとやってみたいという人はこれ始めてみるのいいと思います。でこれはね軽い息で吹いても音になりやすいので、まあ、初心者の人におすすめしてますね。でプラスチックでできてますから熱とか乾燥とかそういうの全然気にしなくていいです。お風呂場とかでも吹けます。はい、で、まあ音はまあ、こんな感じで、全部閉じたね、つつねのロの音なんかは結構吹き込めばバリバリっとしたねいい音します。軽く吹いてもね、結構使える音です。なのでやっぱりこれねちゃんとこの楽器のせいで下手ってことはないので、僕のねワンポイント動画をぜひ見て練習していただければちゃんとした楽器としてね演奏できますんで、ぜひこれおすすめ使ってみてください。おすすめってなんか商品紹介みたいになってますけど悪い楽器ではないですね。でそしてもう一個はこれですね。これはもう本当入門用としてすごくもう伝説というか一時代を作り続けている、もう本当これ皆さん助かってる人多いと思います。 U っていう楽器ですね。はい、竹製の尺八のコピーです。はい、でそれも名管と言われてる、僕詳しいことよくわからないんですけれども、そういうののコピーで作られてる U っていう楽器、これ1万円前後かな、前ではないですね、1万円ちょっとぐらいで買える楽器です。はい、これはプラスチックかなできています。樹脂製プラスチックでできています。でこれも鳴八くんと比べるともっと竹に近い感覚で吹けます。はい、まあ、つまりこういうこの中のね内径がしっかりしてるっていう意味ではあるんですけれども、ちょっと吹いてみますよ。まあこういうことですよね。こういうことになります。はい、僕ね最近ちょっと動画U で撮ってること多いんですけれども、それはなんかね竹の尺八で吹いてるとその竹の尺八がいいからでしょとかっていう方もいらっしゃって、そうではないですね。この U もちろんさっきの奈良八くんでもいい音出ます。いい演奏できます。なのでね皆さんにも頑張ってほしいなと、でこういう音出るんだっていうことの目標に になればと思ってこうやって最近使ってます。でもう一個はですね、まあ、これ、僕がずっとお世話になってる千秋尺八工房ですねの尺八です。これもう20年くらい前のモデルですね。これも10年くらい前のモデルですが、三塚さんに無理を言ってバージョンアップしてもらってます。はい、いつもメンテナンスしてもらってて、三塚さんには最低すごくお世話になってるんですけれどもね、やっぱり竹の製の尺八ってのは値段が一気に上がります。それで U でも十分いいんですけど、これやっぱちょっと重いんですね。で竹軽いですね。でかつやっぱりその工房の特徴が出るので、やっぱ気に入った尺八の製作者の楽器を使うっていうのが一番いいと思い、が一つの要素になりますね。でまあこれ一応20年前ですけど、
スタンダードタイプっていうのかな、先週尺八工房のスタンダードタイプです。はい、これ結構僕もう学生の頃から使ってるので楽に吹いて吹けて、とても小回りの効くようなイメージで吹けてます。はい、調子の悪い時でもこれだったらなんかそこそこいい演奏にしてくれるかなと。で、竹の楽器でしかもね、性能のいい楽器が何をいい点っていうと、何かいい点があるかっていうと、楽器が吹き方を教えてくれます。はい、こうやって吹くと最高の反応するんだよっていうこととか、尺八ってこうやって吹くといいパフォーマンスできるんだよっていうことを教えてくれる楽器が多いです。でも言うでもね、十分その要素あります。うん、だから一番やばいのは竹の格好してるのにもうダメな楽器です。はい、それはね、何も教えてくれません。音も出ない。で、自分に吹き方も教えてくれない。だから本当竹の楽器は高いだけのもの買わないようによく選んで、くれた方いただいた方がいいですね。それ一番やばいですから。で、これですね、オリジナルタイプの尺八です。オリジナルタイプっていうのは特徴があって、穴がね大きくなってます。僕は7孔っていう穴を増やした尺八使ってるのでね、ここに穴が増えてますね。7孔です。で、どんな音がするかっていうと、そうですね、僕体調悪い時はあんまり使いこなせなかったりするんですけど、これ最高に自分 の調子がいい時と、もう気持ちが乗ってる時はもうすごいパフォーマンスで、なんて言うんだろう、もう自由自在に吹けるような楽器です。小さい音も大きな音も、渋い音とか綺麗な音とか全部出してくれる楽器です。すごくなんて言うんだろう、受け幅が大きいというか、たくさんの息を受け止めてくれるような感じですね。で、ある程度三塚さん僕の吹き方を想定してチューンアップしてくれてるので、なんか僕は結構グッと吹きたいタイプなんで、その息を受け止めてくれるようなですね、うん、そんな楽器に仕上がってます。はい、なのでそういったね、正管師さんとも相談して、自分に合ったカスタマイズした尺八ができるっていうのも竹製の楽器の魅力かなと思います。はい、で今日はね、今日はっていうか、僕はあんまり楽器をたくさん持ってるタイプの人間ではないので、最低限こういう4つ持って、演奏したり、レッスンしたりしています。こういった入門用のものでも十分いい音が出ます。尺八っていうのは、自分の体がね、尺八っていう楽器になっていく、自分の体が尺八っていう楽器になっていくっていう要素がかなり大きいので、ぜひ皆さんもね、尺八になっていってください。はい、もう最後何言ったか意味分かりませんけれども、尺八の吹き方、そういったものは尺八と分離してね、出来上がるものじゃなくて、常に尺八と共に、なければ自分の体に身につかないものなので、自分の楽器大切にして、練習していただければいいなと思います。はい、今日はちょっとね、ワンポイントっていうよりかは、僕こんな尺八使って吹いてますっていう話と、あとなんとなく尺八の紹介っていう動画になってしまいました。はい、そんなところですかね。はい、ありがとうございました。尺八ワンポイント講座でした。新しい尺八欲しい。